宿泊税について仙台市の小織市長は県と同様に6月議会への議案提出を見送るかについて明言を避けました宿泊税をめぐっては昨日村井知事が仙台市との調整に時間を要しているなどとして6月議会への議案提出を見送ると明らかにしています仙台市の小織市長は今日の会見で議案提出時期について 早急に検討しなければならないとしつつも6月議会への提出を見送るかについては明言を避けましたどの時期になるかということについてまだあの6月だとも9月だともあのこの場では申し上げる状況ではなくもう少しというふうに整理していかなくちゃと思っているところですその上で郡市長は県と一緒の方がモアベターとしています